勝利の女神ニケ、よろしくお願いします。That was weird.
ものは何でも作ってまた来てくださいっす。ご活用くださいっす。ありがとうございます。ありがとうございます。ご活用くださいっす。また来てくださいっす。うちの店には合法的に入手できないし。ルピーの書、何かお探しです。ゆっくりご覧ください。指揮官、決済は電子領収書で問題ありません。これでリリスお姉ちゃんに少しでも近づけたでしょうか。気をつけてね。
近づきますね。静かにできる。力の差を知れ。ついてなかったな、お前ら。静かに生きる私に勝ち合わせにされるぞ。ライジングスター対象補足。ちょ、静かにできる。いい感じに合わせてあげる。今から興味をスタート。泣かせてあげる。少々お待ちください。静かにできる。痛いの痛いの。飛んでけですよ。泣かせてあげる。ちょ、静かにできる。表情を総なめしていますよ。とっとと打ち上がれ。ちょ、静かに。
知る私に活躍見せられそう。そろそろ動くかにゃん。希望もない世界ガーデンオブシャン、これこそまさしく無敵ってやつじゃない。異物と単語は剣、それがことだ。皆さん手伝ってください。集中射撃。諦めてしまうのですかね。レディーファイで終わらせて死んでいる。ちょっと怖いけど平気です。you
でいく。だろう、私も強いけど仲間たちはもっと強いんだ。ここまで戦闘が終わったら起こして、地上を奪還したら、私地上を奪還したら、私って必要。地上を奪還したら、戦闘が終わったら起こして、シミュレーションルームってちょん、つまらない戦闘になりそうだわ。次はラストバトルよ、覚悟しといてね。真剣勝負。ちゅ、負けちゃいそう。
他の人間には隠し指揮官好き。隊長がいなかったら指揮官をご主人様にしてたよ。坊ちゃん、地上で過ごしてみる気はない。坊ちゃんはいつも私を楽しませてくれるな。指揮官にはもう少しちゃんとした診療をしてあげたくなりますね。
嫌いなものがあったら言って。私が全部噛みちぎってあげる。誰を噛みちぎればいい？強いけど、仲間たちはもっと強いんだ。行こうぜ。了解。
ます。破壊する。見ただろう。私も強いけど、仲間たちはもっと強いんだ。食べ過ぎちゃった。そのせいかな。ここちょっと暑いよね。ちょっと風に当たってこよっと。ベロータ、その言いたいことが。ミカも一緒に来る？あ、私も？うん、嫌なら別に。行く？一緒に行こう。あー、涼しい。中はちょっと暑すぎて息苦しかったんだよね。私も。あ、そうだ、ミカ、今日のケーキすっごく美味しかったよ。やっぱりミカの作ったケーキが一番だね。ペロータが美味しく食べてくれたならそれで十分だよ。ミカのケーキのおかげでもっとパーティーを楽しめたかも。本当？うん、本当。よかった。でもね、ミカ、ちょっと物足りないと思わない？え？物足りないって？何かが足りない感じなんだよね。なんだろう。それは、花火がないでしょ。パーティーのメインイベントって言えば花火に決まってるのに。ってことで、私と一緒に打ち上げに行かない？行かないの？腕が疲れちゃう。行く。ミカが握ってくれたからもう疲れないね。行こう、おっきな花火を打ち上げに。時間を稼いで。バニーガールはいつでもどこでも無敵です。ミカと一緒に温泉の裏山で花火を打ち上げるけど、一緒に行く人？私たちはここで見ます。ちょうどみんなで温泉に入ろうって話になったんです。花火の写真撮っておかなきゃ。分かったよ。じゃあミカとおじさんと行ってくるね。水を差すようで悪いけれど、それはダメよ。なんで？時間が遅すぎるわ。
裏山は雪が積もっているからここより危険なのよ。それなら大丈夫だよ。ここよりもっと危険な場所だって言ったことあるもん。ミカとおじさんと手をつないで行ってくるね。そうですよ。私がベロータをしっかり見守りますから。それでもダメよ。そんなにしたいならここですればいいわ。ここで打ち上げるのはちょっと物足りないかな。大きな花火を打ち上げたいの。だからいいでしょ。気をつけて行ってくるから。花火もたくさん用意してあるし、それにクリスマスなのに花火がないなんてすごく悲しくなっちゃいそう。私からもお願いします。どうしてもというなら私も行くわ。ええ、この辺りの地理を一番理解しているのは私だもの。ただ今はダメよ。空模様が良くないわ。だから天気が回復してから出るわよ。わかった。それくらいなら待てるよ。早く晴れたらいいな。ミカ、どんな花火にする？あと雪だるま？それとも雪の結晶？もちろん全部でもいいよ。うん、いいね。ベロータが打ち上げたいのを全部打ち上げちゃおう。そうだよミカ、そうやって笑わなきゃ。今年のクリスマスは笑顔で過ごそうね。ほら真似してみて、スマイル。早く。スマイル。ミカ面白すぎる。ほっぺも真っ赤だし唇もプルプルしてる。ベロータ。ねえミカ、今日一日どうだった？今年のクリスマスパーティーは楽しかったでしょ？初めてこんな可愛い服も着て、美味しいケーキも作って楽しかったよ。でしょ？私もそうだよ。激辛ソースの雪玉のいたずら、みんなにできて楽しかったし、美味しいものもたくさん食べられてよかった。ケーキも美味しかったし。これからのクリスマスも今日みたいにずっと幸せなはずだよ。そうだね。見ただろ、私も強えけど仲間たちはもっと強えんだ。行こうぜ。了解。
Thank you.
オッケー、行きましょう。
あっちに行ってみよう。今行きます。
grace of crushing, crushing, necessity.